イントロに行きます。気を取られすぎてこの音が出ないっていう状態にならないようにこんな感じに なっちゃうとじゃなくてしっかりとここで一旦ストップする。書いてあるんですけど、そこをしっかり。で、次は。ここはもう左手でしっかりタタタンタタタン、リズムよく叩けるように。で、ピッキングを。できると楽です。